さあ皆さんこんにちは、こんばんは、平山茂です。今日はですね、行ったことのない公園に行ってみよう、そんなようなね、そんなような企画を考えてみました。目的はですね、近くにあるのに知らなかったこんな素晴らしい公園っていうね、とにかくそういう公園をね、見つけたいという、新しい公園を見つけたい、いいところを見つけたい、そういうことですね。大丈夫ですよ。さあ明日からね、月曜日ですから、まだ気合い入れて頑張りましょうね。明日です、もう明日を頑張れればもう大丈夫ですからね、大丈夫ですから。さあ今日はちょっとね、セブンイレブンで買ったカリカリコーン、コンソメ味を食べながら向かいたいと思います。基本手は使わないです。もうつくんじゃないでしょうかね。僕が求めてる公園はですね、素晴らしいのに人が少ない、なかなか難しいんです。素晴らしい公園はいっぱいあるんですけど、やっぱり、ね、どうしても人がたくさんいるっていうのが、まあ、普通なんですけど、あえてそこをですね、人が少ないと、こんなにいい公園なのに人が少ない、どうしたっていう、わあすごいすごいでかっ。早速行ってみますか。うん、こんなところがあるんだね。いやー、のどかだ、いいですね、ここは当たりですね、いいですね、いやー癒される。野鳥もたくさんいるということでね、鳥好きにはいいですね、私のようなね。いや、ちょっとね、今日は僕の個人的な趣味で行ったことない公園に行くっていうね、企画でやりましたけども、いや大丈夫だ、大丈夫。さあ明日仕事頑張りましょう、本当に頑張ろう、頑張ろう、頑張りましょう、本当に。明日月曜日を楽しみにしててください。なんて言ったってロト6、ロト6当てますから。まぶしい。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。いやちょっとこれ池の周りにある公園、まあ、池をこうぐるっと回れるんですけど、 2.7 キロあるんですよね。ちょっと半分で断念しましたけども、また次来るときは一周したいなと思います。ちょっと、癒されるな。早い早い早い。早い。明日という月曜日をぜひ楽しみにしてください。頑張りましょう。絶対大丈夫ですから。絶対絶対大丈夫です、あなたは。明日また会いましょう。平山茂でした。おやすみなさい。
大丈夫。大丈夫。